はい、ねえママです。今日はリクエストでいただいた玄関のシューズボックスを紹介したいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということでここは我が家の玄関になります。全体的にこんな感じです。今ちょっと私がよく履く靴が一つだけ出てるんですけど、これは確か去年購入したサンダルです。基本的にこの一足だけが玄関に出てる感じです。で、これが玄関扉なんですけど、その横にもう一つクローゼットがあって、このクローゼットはまた違う動画で紹介したいと思います。とりあえず今日はこっちの棚の中を紹介していきます。で、もうほんまめっちゃ普通なんですけど、まずこっちが私と子供のものが基本的に入ってます。開けると、ここ全体的にこんな感じです。息子が来たので子供の声が入ると思うんですけど、まあ、気にしないでください。はい、ということで上から紹介していきたいと思います。まず一番上は私のブーツとかが入ってます。これは確かザラで購入したブーツで、この2つはニーハイブーツが入ってます。で、上から2段目が、ヒール類が入ってます。もう子供が生まれてからヒールは全然履かなくなったんですけど、でここにある以外にもちょっとヒール類はあるんですけど、それはこのクローゼットの後ろにあるもう一つのクローゼットの方に収納しているので、ここに入る分はここに入れて収納してます。で、一番左のあの白いのはザラで今年購入したこんな感じのヒールになってます。買ったもののまだ1回も履いてません。で、次横の赤いヒールは、これもちょっとどこで買ったか忘れたんですけど、結構高さが高いのでもうほとんど履くことはないです。あとの3つは全部黒のヒールなんですけどね、ブランドとか特になかったと思います。で、次3段目に行くと、ここは結構スニーカーを私は履くので、スニーカーが置いてあります。まずこっちからプーマのスニーカーで、アディダス、ナイキ、これはよく履きますね。ちょっともう汚れちゃってるんですけど、あとティンバーランド、昔流行ったティンバーランドのスニーカーが置いてあります。次の段に行くと、ここも全部スニーカーが入ってて、この2つはルブタンのスニーカーが入ってます。で、これはプーマの冬用のスニーカーなんですけど、中がちょっとモコモコしてて、これすごい可愛いんですけど、なんか靴ずれするんであんまり履いてなくて、どうしたらいいんやろって感じなんですけど、で、これもよくめっちゃ履いてて、もうこの前雨上がりの日にちょっと公園に、で、泥まみれになって洗わなあかんなと思ってるんですけど、これはねすっごいお気に入りで結構履いてます。こんな感じのデザインでちょっとかっこいい感じなんですけど、これはフォーエバーで昔購入しました。ね、もうちょっと汚くて見苦しくて申し訳ないんですけど、内側にもチャックがついてて、外側にもチャックがついてて、ほんまめっちゃかっこよくてお気に入りでよく履いてます。で、その下に行くと、パンプス類が入ってて、これはね確か100均で購入した、こういうのちょっとなんていうのか忘れたんですけど、まあ、置いてるだけで匂いがするっていうものを入れてます。これはこんな感じのパンプスです。冬に履くようなファーのパンプスで、あ、これはね H&M で購入した、なんかちょっとリボンがおかしくなってるんですけど、で、これもめっちゃお気に入りでよく履いてます。これはザラで購入したパンプスで、すっごいキラキラしてて可愛くてポイントになるので結構これは履きます。で、これも
このパンプスもよく履きましたね。これもザラの靴なんですけど、妊娠中にお父さんの会社にちょっと働きに行ってて、その時にスーツに合わせてよく履いてました。で、これのホワイトも持ってたんですけど、ホワイトもめっちゃ可愛かったんですけども、ちょっと汚くなっちゃったので、そちら処分してしまいました。で、これは、デューデューっていうブランドで購入した、なんて言うんやろ、パンプスです。中がモコモコしてて。でもこれまだ買って1回も履いてないんで、今年は履こうかなと思ってます。はい、こんな感じです。で、その下に行くと、これも、スリッポン系が、入ってるんですけど、この2段にしてるこのケースはダイソーで購入したものだったと思います。これちょっとどこで買ったか忘れたんですけど、確か楽天とかショップリストとかそんなんで買ったと思います。先がシルバーになっててすごいおしゃれで気に入ってるんですけど、まだあまり履いてません。で、こっちのスリッポンはパパに買ってもらったスリッポンで、クアパパとお揃いです。これは今年楽天で購入したサンダルなんですけど、このキラキラにちょっと惚れて購入しました。めっちゃ可愛くって履きたいなと思ってたんですけど、やっぱりちっちゃい子がいるので履けずに夏が終わりました。はい、ということでこんな感じで、その下が夏のサンダルが入ってます。この辺はもうね、普通に。これは、グッチのサンダルで、これはね、コロニーで購入したサンダルと、で、これ多分普通に靴屋さんで購入したサンダルが入ってて、で、こっち側に行くと、これがフランフランで購入したルームシューズなんですけど、まあちょっと履かないのでここに置いてます。で、これはディーゼルのこんな感じでエンジニアブーツが入ってます。これはね、私の親友が、誕生日の日に買ってくれて、すごい大切な靴です。で、その下が子供ちゃんらの靴が入ってます。ちょっと向こうは私のクロックスが入ってるんですけど、これは息子のファーストシューズです。まだ履けるので、全然まだ履いてるんですけど、これよく履いてます。ではね、コンバースのスニーカーです。で、その奥が、息子のムートンブーツが入ってて、で、これが息子のクロックスが入ってます。今年の夏よく履いてました。で、その奥が、こちらはポロのスリッポンになります。で、まだちょっとね、大きいので、まだ一回も履いてないんですけど、サイズが合い次第履かせたいなと思ってます。で、これが、娘ちゃんのファーストシューズなんですけど、この前、娘ちゃんの1歳の誕生日の時に、うちの両親、兄弟からもらったプレゼントです。で、その奥が、これは、息子の、スニーカーなんですけど、H&M で購入して、めっちゃね、かっこよくって、これも気に入って結構履いてます。ということで、こんな感じになります。今はね、息子の靴の方が多いんですけど、娘ちゃんもこれから増えていくと思うので、その時は私のクロックスをどけて収納していこうかなと思います。では、あっちの中を紹介していこうと思います。はい、こんな感じになってます。で、ここは、基本的にパパの靴が入ってます。で、上から紹介すると、一番上と二段目は私のブーツが入ってるんですけど、あれがアグのブーツですね。で、普通にムートンブーツと、あれは楽天で購入した美獣がついてるムートンブーツ。で、これもムートンブーツで、これは、最近私が履いてるブーツで、冬になるとムートンブーツばっかり履いてるので、今はあれを履いてます。だからはパパが仕事の時に、なんか雨の日とかに履いてるクロックスの靴です。で、その下に行くとパパのスニーカーがずらっと並んでて、ちょっとね、まあ、私全然どこのブランドとかわからないんですけど、なんかこんな感じの。で、これは、どこのやったっけちょっとブランドやったはずなんですけど、忘れました。で、これはダブルの
ハイカットのスニーカーが入ってて、その下に行くと、これもさっきの私が使ってた2段にするケースと一緒のものを置いてあって、これはさっき紹介した私のスリッポンと同じスリッポンが入ってます。これはね、お揃いの靴です。で、その隣が、これはザラで購入したスリッポン で、これもダブルのスニーカーが入ってて、これもね、ザラで購入した靴が入ってます。で、この辺はパパのサンダルが入ってます。これは今年グアムで購入したトミーのサンダルと、このブルーはうちのママがパパに誕生日でプレゼントしたポロのサンダルが入ってて、これはハワイで購入したアディダスのサンダルが入ってます。で、この下に行くと、これは私が、パパの誕生日にあげたモンクレールのスニーカーが入ってて、まだ一回も履いてくれてなくて、そうなんですよね。早く履いてほしいです。これはハワイで購入してたガワのスニーカーですね。で、こっちが、ナイキのスニーカーが入ってます。で、その下に行くと、これはパパの、まあ、スーツ用の靴が入ってて、その横にパパのブーツが入ってます。で、こっちに行くと、印鑑がよく宅配物が届くので、ここに印鑑を置いてて、これはセリアで購入したケースなんですけど、中に靴を磨くものが入ってます。で、その後ろに、これなんかちょっとどの靴の紐かわからないんですけど、靴の付属品とかが入ってて、この下も確か靴を磨くものだったと思います。で、これは、今ちょっと空です。はい、こんな感じです。で、その下に行くと、これは、この前、エキスポシティの購入品で紹介した子供用のレインコートが入ってて、で、これは私の折りたたみ傘が入ってて、で、これは100均で購入した段ボールをまとめるテープが入ってます。で、これは私の雨の日に履くレインブーツが入ってて、これね、もうちょっと若干、蓋が浮いちゃってるんですけど、こっちがレインコートで、こっちがお出かけ用品が入ってます。で、レインコートの方は、こんな感じになってて、ダイソーで購入したレインコートが2つ売ってます。で、こっちのお出かけ用は、なんかこんな感じになってて、これはファンドゥで購入したゴミ袋なんですけど、とか、あとお買い物用のバッグが入ってたり、これはね、今年の夏パパが買ってきた、靴にシュンってかけたらひんやりするスプレーと、これはミニコロコロ、毛とかをコロコロして取れるっていうコロコロと、あとはね、日焼け対策のアームが入ってるんですけど、まあ、一応入れてます。で、一番下に、スリッパが入ってます。これはね、夏に履くスリッパで、私とパパの分が入ってて、これは子供用のスリッパなんですけど、この前ダイソーで購入しました。で、これはアロマを垂らすやつがあって、後ろに蚊取り線香が置いてあります。さっきのケースもなんですけど、これ全部セリアで購入した蓋付きのボックスで、これがシューズ袋ってなってて、シューズ袋は、これはフランフランで購入したシューズ袋で、その下に、使い捨てキャップが入ってます。この使い捨てキャップは、旅行に行くときに靴を入れるのに使ってます。で、こっちが、虫除け日焼け止めって書いてあって、中はこんな感じなんですけど、まあ、子供たちの虫除けの、これはウォーターティッシュと、あと、虫除け用のシールがあったり、虫除けの芳香剤が入ってたりとか、腕につけるタイプとか、あとこれは子供用の日焼け止めが今は入ってます。ということで、我が家のシューズボックスはこんな感じでした。ほんまにめっちゃ普通で、もう紹介するほどのものでもなかったんですが、よかったら参考にしてみてください。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。See you!